河野氏が防衛大臣の時にイージス・アショア計画は白紙撤回されました。それから数年が経ち、今度はイージスシステム搭載イージス艦の計画が動き出すようです。イージスシステム搭載艦に2024年度予算案で3731億円もの巨額を計上した流れについて見ていきましょう。それに伴い早期導入となったトマホークが今年から装備されていくようですし、人認識能力向上型も1年前倒しで量産されるとか、ある意味白紙撤回からの危機感という意見もあるようです。2023年12月19日、防衛省は2024年当初防衛予算案において、財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談。イージスシステム搭載艦の一隻あたりの建造費として、3371億円を計上すると決定したと公表しました。このイージスシステム艦の導入の経緯を説明します。1998年、平成10年に、北朝鮮のミサイル発射実験において、デポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件が発端となり、日本の領空が危険にさらされると判断した防衛省は、自衛隊のミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊保有の、イージスシステム搭載護衛艦、DDG と航空自衛隊が配備しているパトリオットミサイルにより対処する体制を整備しました。しかし、この体制は、当時の現有装備の最大活用という対応に過ぎませんでした。特に、イージスシステム搭載護衛艦が、ミサイル防衛、通称 BMD のためのパトロール目的だけのために、拘束されてしまうので、中国海軍の進出が、激しい南西諸島方面への展開や、必要な練り度を維持するための訓練時間が確保できなくなることが懸念されていたのです。このため、北朝鮮の弾道ミサイルに対する BMD 任務専従にさせるため、イージス艦のイージスシステムを丸ごと陸に上げて運用する方向で話を進め、地上配備部隊整備を決め、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備として、イージス・アショアの導入を決定しました。防衛省は、2機のイージス・アショアを、秋田県と山口県への配備計画を進めようとしていましたが、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の、敷地外に落下する可能性があること、配備反対の声を上げる地元への説明が不備だったことなど、多くの問題が発生したため、3年後の2020年6月15日、当時の河野太郎防衛省が導入計画中止を発表しました。説明会場に出席した防衛省の職員が居眠りしていたというニュースもありましたね。地元ならずとも反対したくなりますよね。しかし、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダースパイ7とイージスシステム2機を発注する契約が済んでいたため、キャンセルすることなく生かす案として、地上の制約を受けない洋上の艦艇や建築物などへ搭載して転用することを決めたのです。洋上への転用方法について様々議論されました。護衛艦を新造して搭載する案、民間の船舶をチャーターして搭載する案、海上油田のような大規模な建造物を洋上に構築して配備するオイルリグ型の3つの案が検討されたのですが、敵の攻撃に対する防衛力や脆弱性などを重視した結果、護衛艦を新しく建造し、イージスシステムを搭載する案が有力になりました。2020年12月18日、日本政府は、新たなミサイル防衛システムの整備等、及び、スタンドオフ防衛能力の強化に関する閣議で、スパイ7とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を、新たに2隻建造し、海上自衛隊が運用することを決めました。このベースライン J7B は、海自の最新イージス艦マヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型です。このシステムに、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン QC2 と同様、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム、BMD5.1 が統合されていて、オープンアーキテクチャ化することで、
これからアメリカ海軍イージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新機能を利用することができるようです。イージスシステム搭載艦の設計では、敵国の弾道ミサイルや地上発射型や航空機発射型の巡航ミサイルなどの脅威に対し、臨機応変かつ持続的に対応することが求められます。そのために、1、24時間警戒態勢ができるように稼働率を向上させる、2等機の日本海の航天時などでも影響を受けにくい対応性がある、3長期間、洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などに加えて、4極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用などを目指すようです。また、将来的に開発が予測される装備品の運用を少しの改修で可能にするような拡張性など、多種多様な要素に対し総合的に考慮した上で、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることも求められているようです。イージスシステム搭載艦の主兵装として、艦対空スタンダードミサイル SM-3 や弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応できる SM-6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を叩く反撃能力として、射程延伸回収後に導入が予定されている艦艇発射タイプの12式地対艦誘導弾能力向上型も搭載される計画になっているそうです。こういった各種ミサイルを発射するために、イージスシステム搭載艦に備え付けられる垂直発射装置、VLS は200セル以上と言われます。これは、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや、中国海軍の南アキラ級駆逐艦の112セルよりはるかに多く、水上戦闘艦としては世界最多ということです。2023年8月に、1隻3797億円の概算要求が認められた形になってはいますが、財務省はイージスシステム搭載艦の建造にあたり、物価高や円安の影響で上がっている防衛費を抑えるため、実効的なプロジェクト管理体制を構築し、さらに将来的に調達する。イージスシステム艦への搭載レーダー選定も、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めました。イージスシステム搭載艦に設置するレーダーなどの装備には、スパイ7イージス武器システムとベースライン J7B 及びアメリカ海軍が開発した共同抗戦能力 CEC が搭載される予定ですが、その搭載レーダーの白紙化の検討も求められているのです。マヤ型護衛艦に設置されているレーダーは AN スパイ 1DV で、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 AN スパイ6が導入されているので、イージスシステム搭載艦には、スパイ 7V1 を搭載するのではないかと専門家たちから指摘されていました。しかし、防衛省は、イージスシステム搭載艦に、スパイ 7V1 を採用する理由として、性能面では、スパイ7とスパイ6との間に大差がないこと、未試験や維持、運用に必要となる経費を含めた総額で、比べると、スパイ7の方が、スパイ6よりも安価となること、現時点でスパイ6へ変更した場合、調達スケジュールが、さらに数年遅れることなどを挙げ、スパイ7の導入予定には変更がないと強調しています。こういった防衛省の主張は全てが後付けで、陸上のイージスアショア用として、2機のスパイ 7V1 を購入する契約をロッキード・マーティン社と交わしたので、破棄すれば今までに取られた三井だ。経費の700から800億円が回収できなくなるからではないかと指摘する声もかなり多いのです。防衛省としては、スパイ 7V1 を選ぶしか他に方法がなかったのかもしれません。財務省から出た搭載レーダーの白紙化という発言は態度の大きい防衛省の姿勢に釘を刺しているものと思われます。既存のスパイ 1D やスパイ6などと競合させて購入価格を抑えさせようという目論見があるのではないかという意見も多いようです。自衛隊の運用面では新型イージス艦は少数精鋭の乗組員で運用が可能な設計が施されています。これは、
管内の自動化技術とシステムの統合が進んでいるためで、運用コストの削減と人員の効率的な使用が可能となります。さらに、管自体の耐久性と海上での持続可能性が高められており、長期間の派遣任務でも高いパフォーマンスを維持できるように設計されています。これらの新型イージス艦の導入は、日本の防衛戦略における多層防衛システムの強化に寄与します。地上、海上、空中からの脅威に対して、層を重ねた防御体制を築くことができ、特に海上自衛隊の役割は、その中核を担うことになります。今後、海上自衛隊のイージス艦は、国内外の安全保障環境の変化に応じて、その能力を最大限に活用されることになるでしょう。その運用の成功は、日本だけでなく、地域全体の平和と安定に貢献することになるはずです。